皆さんこんにちは。骨格輪郭コンプレックス改善美容師の竹迫です。今日もよろしくお願いいたします。今日はお顔の縦横のバランスを印象付ける前髪やサイドバンクについてお話ししたいと思います。皆さんはご自分にぴったりなサイドバンクの長さを知ってますか？サイドバンクは横の余白をカバーするスタイリング方法です。分厚くすればより横の面積を縮めたりすることができるし、カールをつけて長めにすれば大人っぽい印象を作れたり、短めのカールであれば横を広げて可愛さを出すことができます。さらにお顔下半分のボリュームが気になる方は、顎ラインにシュッと入るラインをさりげなく入れてあげることで顎周りがシャープに見えたりします。また前髪を切る前に気をつけたいところは、重めフルバングや軽めバング、ベビーバンクなどの一直線のデザインは頬骨や頬肉が全開になるため、お顔の輪郭が出っ張っていない方、おでこが広い方におすすめします。三角形の前髪、シースルーバンク、サイドバンクの場合、頬肉が前に大きい方はより頬を強調してしまうこともあり、難しい場合もあるのですが、位置を調節することで頬骨が発達しているひし形や五角形の方、おもながさんのように頬が長い方におすすめします。もう一つは、三角形の前髪やサイドバンクのような A ラインのスタイルにフェイスラインを足した形です。頬骨、頬肉、輪郭が角張っている方やエラハリさんは縦横を強調しやすいため、丸顔さんやおもながさんの余白をカバーしやすいです。またお顔下半分のボリュームが気になる方でも、フェイスラインにシャープなラインが入ることでボリュームをシュッと引き締める効果もあります。サイドバンクは厚さのバランスにもよりますが、横の余白の面積を補正できるので、長さやカールによってお顔の長さも調節できます。割と平面で丸顔を気にされている方は、口や顎の長さにするとお顔が長く見え、大人っぽさやクールさを出したりできるのですが、しかし気をつけなくてはならないのは顎のラインです。このチャンネルではどんなに美しい女優さんでも短所や欠点があります。それはとても人間らしいことと思います。それを見せるプロとしてどのようにカバーし、魅力的に年を重ねていっているのかなど参考にさせていただき、もし彼女たちと同じ骨格や輪郭を持ち悩んでらっしゃるのなら、ご自分の欠点や短所を諦めず、皆様の少しでもお役に立てたらと思っています。メディアの露出が多い方たちなので、今後の彼女たちのスタイルチェンジも見方を変えると皆様の参考になると思います。なお好みなどありますので、こんな見方もあるということで参考にしていただけたらと思います。丸顔寄りの A 倉奈々さんは、小顔でパーツのバランスも良いのですが、顎ラインが丸いためサイドを重たくすることで縦のラインを強調するのですが、すっきり見える手前のラインを重く隠してしまうと、サイドの長さで小さいはずのお顔がもったりしてしまいます。カールをつけて顎ラインをすっきり出るところまで上げた方が小顔の良さが出るし、縦を強調しつつ大人っぽい印象も残せます。頬の出っ張りなどがない方なので、前髪一直線フルバングで横を強調しても丸が強調されてキュートで可愛いが作れます。長崎ひろみさんもベビーバンクなどもよく似合う童顔代表の丸顔さんですね。しかし彼女の場合もエラが張っている方です。いっそのこと輪郭を出してしまった方が目立ちにくいのですが、髪を下ろしたい場合やサイドバンクを作りたい場合、サイドバンクの重さと長さでよりエラが強調されてしまいます。サイドバンクを上げて範囲を広めた方がエラが主張しません。
さらにサイドバンクと顎ラインをカバーするフェイスラインのカットでエラ張りもカバーできます。顎ラインのボリュームが気になる方にもおすすめです。薄顔で丸顔、セクシーフェロモンが全開に出ている松雪泰子さんはセンター分けで縦を強調していることが多いですね。パーツが割と中心にある方で顎ラインもシャープな方なので重たくしても割とどの位置でも似合う方ですが、もったりが気になる場合は薄めのサイドバンク、遅れ毛も口のラインの長さでカールをつけることをおすすめします。彼女は薄顔さんなので強すぎない眉毛の存在で儚いセクシーさを出しています。サイドバンクを短くしてもおでこを出すことで左右の余白を埋めたらお顔ラインが綺麗なこともあり、どの位置にしても似合います。縦が気になるおもながさんの場合、丸く平たい方のようにサイドバンクを長く下ろしたらさらに縦を強調してしまいます。お顔が長いことが気になる方は口ではなく鼻先に合わせて切ってあげると丸顔の方より上に上がります。重くてもカールをつけたらより横のボリュームが出て、横から見るとさらに横を広げて縦の距離を短くしています。おもながさんの北川景子さんはシュッとしているお顔立ちなのでストレートでも似合うのですが、カールがあった方がより横を広げ柔らかさが出ます。頬が長くて悩んでいる方にもおすすめです。前髪もよく似合う方ですが、前髪の位置で頬骨が目立つことがあるので三角にするか前髪を作ってもここをカバーしましょう。頬肉の出ている方の場合はおでこの横幅をしっかり出し、頬肉をカバーするカールをつけてください。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも骨格や輪郭のコンプレックスを彼女たちはどのようにカバーしているか、皆様の可愛いの新しいチャレンジの参考になれたら良いと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。